はいどうもヒョドルです。すすめキノピオ隊長エピソード27ステージ目ですね。出っ張り壁の攻防進めます。お、なんかちょっと中ボスライクな音楽。ここね、タッチして動く床が、床っていうか足場というかがあるときって特になんですけど、テレビ見れないんですよね。あ、なるほど。なんかこう、せっかく大きい画面があるのにゲームパッド見てやるのかーっていうのがちょっと もったいねえなみたいな気が。あー、やべ、ミスったかもこれ。あー、こうか。なるほどね、最初からこれやっときゃよかったんだ。で、これ引っ込めて、で、こっち行って、これはキノコ、イエーイ。これあ、で、これ引っ込めたら、あー、これ奥だよな。これで上がりゃいいのか。あのダイヤが取れないな。ん？これ引っ込んじゃうもんね。どうしたもんかな。まあ、とりあえずもうちょっと進んでみますかね。あ、もうスターまで来ちゃった。まだダイヤ1個も取ってねえ。これ取ったら何なんだろう。あ、これダイヤだ。あそこに、ん？どうやったらいけるんや、あれ。いける？お、全然わからんぞ。あ、あそこにもあった。ちょ、降りてみようかな。あー、もしかして、もしかして、これはこれで取れますよね。で、あれってもしかして、あ、いや違うな。なんかキラーちょうどよく落ちて、キラー踏んだらなんかいいことあるかなって思ったんですけど、それじゃいけない気がする。おー、全然わかんねえぞあれ。ん、あー、あ、発見。なんかここ、この足場穴があった。なるほど、なるほど。で、で、あの足場の穴に入りたいんだから、こっち行って、あ、違う違う、頭こんがらがってきました。こうだ、これで、あそこに入りたいと。だからこうだ、こう行って、そうすればこの足場の中に入れて、でこっちに移動すれば取れると。おっしゃー、なるほどね。おー、全然分かんなかった最初。あ、じゃない、こっちじゃないんですよね。こうだ、こうだ、こう行って、で、あとはパーッと走ると。走ろう、逃げれ逃げれ。で、スター取りました。おー、イエーイ。これチャレンジなんだろう。あー、なるほどね、タッチ回数か。まあまあ、今回はここまでということで7ステージ目クリアで切ります。どうもありがとうございました。